近藤舞です。今日はナイトルーティーンを撮っていこうと思います。手を洗いまして、冷蔵庫を物色してます。メニューを夕飯のメニューを考えてます。これは100均で昔 4,5 年前ぐらいに買った片手鍋なんですけど、最近取っ手を焦がしました。今日のメニューはアサリとわかめの味噌汁と、ナスと大根の葉っぱの揚げ浸しと、なんだっけ、豚バラと大根の煮物とご飯ですね。あんまりお腹空いてなかったので少なめです。これはポン酢をかけたんですけど、多分めんつゆの方が美味しい。慣れない撮影でちょっと戸惑ってますね。なかなか自分とこう机を入れるっていうのができなくて困ってました。諦めましたね。普段はプライムビデオを iPhone で見てて、ご飯中はそれをずっと見ながらご飯食べてますけど、これはiPhone で撮影しちゃってるので、ちょっと今見るところが何をこうねすればいいかって思いながら食べてました。洗い物はその日にするときと次の日の朝するときがあります。スマホをねチェックしたり、プライムの続きを見たりし、ゴロゴロしたりします、ご飯の後は。で、編集を 2,3 時間ずっとやってる時もあります。これを使ってるイヤホンはファンの方がくれたやつです。洗濯物を取り込んでアイロンをします。なんか最近アイロン台を買ったんですよ。やっとアマゾンで1000円ぐらい買ったんですけど、今まで絨毯の上でアイロンしてたんですけど、アイロン台めっちゃ大事なんですね。すごい綺麗にアイロンできるようになりました。ということでお風呂に入ってきます。帰ってきました。タオルドライをちゃんとして、化粧水、保湿ジェル、乳液も塗ります。髪の毛のオイルですね、これは。ドライヤーはあったかい風と冷たい風を交互に当ててます。なんとなくあまり髪の毛を傷まないかなみたいな感覚です。で、歯磨きは部屋に戻ってきてします。結構長いこといろんな YouTube 見たり作業しながら歯磨きしてます。リップを塗ります。ベッド周りは無印良品のシーツとかで固まってて、これはイケアベアですね、イケアです。これがニトリのもちもちクッションで、クマを下敷きにしてパソコンをいじりますどんどん下に下がっていってます。メガネになりました。寝る前は水めっちゃ飲みます。で、これは寝たふりをしてるんですけど、だいたい携帯をいじって満足して眠たくなったら寝ます。ということで、おやすみなさい。